忘れてたた実験がありましたこちらのソーラーパネルでこのポンプ動かす実験ですね。でまあ本来なら、えー、とこちらのセンサーも一緒にこのソーラーパネルにつなげて動かしたいんですけども、まあ、こちらのセンサーの、えー、と動作電源が 9V から 12V なんですよね。で、まあ、ちゃんと整流された電気だったら 12V 一定にこう流すんですけども、あのー、このソーラーパネルの電気っていうのは ちょっと不安定で今出てるんですよでそれそのままこれに接続したらちょっとやばい気がするんで、まあ、このセンサーは使わずにとりあえずえ直付けでやってみようと思いますポン,ポンプ直付けで,で今これに、えー、とシガーソケットつな、えー、がってるんでこれ刺せばポンプ動きますねちょっとやってみます動いてる ちょっとこのソーラーパネル汚い可能性があるな一回拭いてみますかよいしょちょっとパネルを拭いてホコリを取ってみますパネル汚れてたら発電効率落ちますからねでなおかつちょっと日当たりもうちょっといいとこにやってみようかな一応これ 50W のソーラーパネルなんで,でこのポンプが 12V の 4A っつったっけかなあれ足りねえかな これ 50W のソーラーパネルじゃちょっと足りないかもしれない、動作的にで太陽光パネルをこうきれいに拭いて日当たりのいい方向にこう向けて、まあ、そうしましたらこんな感じでね水を汲み上げるようになりましたまあ a c アダだったらやってる時と比べて弱々しい感じなんですけどもそれでもちゃんと汲み上げてますねまあもうちょっと 出力力の高いいパネルにすればもっとと強く組み上げると思いますでこのポンプがね 12V の 4.5A だからまあ 50A ちょいぐらいかでまあ消費電力 50W のポンプを 50W 出力のソーラーパネルで動かすとやっぱりちょっと力不足感あるねもうちょっと出力の高いソーラーパネルだといいと思いますはいということで、えー、今回は 色、えー、水を一旦タンクに溜めてそれを送水するっていう実験をしたんですけども、まあ、実験成功ですねでさらにこの、えー、水中ポンプなんですけども12ボルトで動くからねこういう風にソーラーパネルでも組み上げられるっていう今ソーラーで組み上げてるんですけどだからいろいろ使い道が広がるかなと思います今がねこれ IL280 っていう型番なんですけどもそれのもう1個上のグレードで IL500 ってのがあるんですよ それだとね、もっと流量たくさん組み出せるっぽいんで、たくさん組み出したい人はもっと上のグレードのポンプ選んだりね、してみてもいいと思います。まあ、こんな感じで、ちょっとえこういうシステム、あのー、興味がある人はぜひ作ってやってみてください。え最後に補足させてください。えー、こちらのパーツ見えますかねこれ逆子弁なんですけども、まあ、正式名称はスイングチャッキバルブって言って、まあ、これを取り付けると、 ポンプを停止した時にホース内に溜まった水が抜けずに済むんですよ例えばまあ、ソーラーパネルなんかで運用した時なんか日が出てない時ポンプのパワー弱いじゃないですかだからこういう逆止弁をつけておくとまあ、少ない力でこれ送水できるんですごく効率が良くなるんですねでもまあ AC アダプターでこのポンプ運用する時はこの逆止弁はいらないかなと思いましたね結構このポンプ出力があるんで 逆主弁なくても勢いよく水を送水してくれますね。やっぱソーラーパネル運用時はこれつけた方がいいと思います。一応これ、えー、リンク貼ってます。こちらですね。えー、っと、まあ水道パーツって規格がいろいろあってね、ややこしいんですけども、えー、今回僕はこの二分の一っていうものを使いましたね。ここのネジの光景が二分の一っていう規格なんですけども、こいつに えーとこのホースニップルってやつを、えー、接続してホースを取り付けました、まあ、こっちもね2分の1ですねで、えー、ホースニップル分ホースニップルの合計が1 6ミリで、えー、使ってるホースが内径1 5ミリなんでちょうど食い込みますねで一応ネジ部にはシールテープね、えー、巻いて使いましたあとは注意事項としては AC アダプターですね、えー、ポンプの 電流が4.5アアンペなんですよ。概要欄に入れといた AC アダプター1 0アンペアのものを入れときました。やっぱり出力は余裕を持って高めのものを入れといた方がいいですね。4 5アンペア以上の出力のものを入れときましたね。あとこの AC アダプターのおすすめなところは、まあ、こういう感じでね。 えっと、付属パーツが付いてくるんですよ。この付属パーツを取り付けると、配線剥き出しのやつでも、こう、ネジ止めできるから、まあ、すごい便利かなと思いました。で、あとはですね、あ、一応、銅線。銅線も一応、4.5アンペア以上に耐えられるものを入れてますね。えっ、ー、と、DC12V80W 以下ってこれ書いてるんで、まあ、一応、ポンプの出力が 54W なんで、 まあこの導線使っとけば間違いないかなと思います、まあ、あんまり細い導線使うとねちょっと熱持って危険なんでやっぱり太さ余裕があるものを選んだ方がいいですね電流が高くなればなるほど導線のサイズが太いものを選んだ方がいいんですよあと注意事項としてはあソーラーパネルですね一応リンクには 100W のものを入れておきました 今回のポンプの出力が 54W で、使ったソーラーパネルが 50W だったんですよ。だから結構弱々しい感じだったんで、100W ぐらいの出力選んおけば、まあ間違いないかなと思ってえら、えー、一応リンクに入れときました。こんな感じですかね。うん。あとちょっとコメント欄も読んできますか。ちなみに、えっ、ー、と、これは前回の動画ですね。井戸水をタンクに溜めて運用する実験、その1。コメント結構来てました。 稲荷に入ってこない。そうっすね <laughs>、えー。畑に井戸水をためて使ってますが遮光タンクでもためてしまうと白い藻みたいなものが湧きます難しいですよあ遮光、ま、タンク使ってもなんか藻が湧くんですねじゃあなおさらタンクで運用ってちょっと面倒くさいんでまあやらなくてよかったかなと思いますね なんだかんだやっぱり井戸,井戸から直で組み上げて使うのが一番いいですよね。行動力が素晴らしいですね。用品の情報とか貴重だと思いました。この勢いで畑の散水システムとかできそうですね。そうそう。やっぱり畑でこれすごい使い勝手いいと思うんですよ。このポンププラスソーラーパネルを置いとけばね、あの電気引かなくても使えるから、まあいいかなと思います。 これめちゃくちゃ参考になりますね。ありがとうございます。エコバカさんもぜひなんかやってみてください。毎回いろいろな実験をしてすごいなぁと思います。頑張ってください。ありがとうございます。平屋暮らしなんだし、タンクは流し台の高さにして、自重落下式にしたらポンプは1台でいいんじゃないの。まあ、そもそもね、あの太陽熱温水器うち使ってるんで、えー、もし、 自重式で運用するなら太陽熱温水器よりも高い場所にポンプを置かないと太陽熱温水器に給水できないからまあうちではあんまり現実的じゃないかなと思いますね。まあ、なんだかんだやっぱりあの押し出ししてくれるポンプがあると楽でいいですよ。えー、井戸ポンプのスプリングは逆紙弁かと深い井戸だとポンプが止まっている時組み上げパイプが深く 水が落ちる圧力が高いので逆止弁が緩くてもいいが浅いと水が落ちる圧力が低いためにたまに完全に弁が閉まらずに引っかかり吸い上げ管の中の水が抜けてしまって空気が入り再度予備水をしなきゃいけなくなるからかとあーなるほどあの浅いところから汲み上げるときは抵抗の強い場に入れろっていうのはそういうことだったんですねこのタンクだったら夏場や夏場は苔や臭いが発生します まあもしタンクで水貯めて運用する人はね遮光タンクを選んでください後々めんどくさいことになるんでねえ俺なら2階ぐらいの高さにサブタンク備えて同様にサブタンクの水が減ったらメインタンクから用水1エネルギーで給水にするなうん、まあ、一番シンプルな運用方法っすよね、まあ、ポンプ2台で運用するってやっぱりねえ何ていうのかなやっぱりなるべくならポンプ1台で運用したいからね とということでね、今回はソーラーパネルでポンプを動かす実験をしてみました。まあ、50ワットのパネ,パネルでもね、天気がいいと組み出してくれたんで、まあ、100ワットぐらいのパネルだと多分 AC アダプターと同じ感じで、ね、力強く組み出してくれると思います。まあ、興味がある人は実験してみてください。